やべえ、懐かしい、スーパーマリオカート。もうこちらのゲームはもう初代の初代よね。初代の初代であったゲームじゃん。で、これね、スペシャル版なんだよね。あー、違う。俺、スペシャル版って言って、すべてのやつがね、もう解禁されてるんですよ。コースとかがね。なんで、150cc がもう解禁されてんだよね。ちょっと 150cc でさ、かつての腕前を、僕そこそこね、やってました。おぉ。でも今と、今の8デラックスと全然操作性違うんだよな。いや、独特の操作性を持ってるからね。さあ、じゃあ僕はノコノコだ、でやってたんで、当時。まあ、スペシャルカップに決まってますよね。やるのは。やりましょう。かつての記憶、お見せいたします、僕が。ラウンド1。よし。あ、B だ。アクセルが B なんだ。もう違うもん。ほら、アクセルが B なんだよね。で、もう違うもん。その時点で。おおほー、ちょっと待って。ちょっと待ってーな、みんな。ちょっと待って。早ない、みんな。あはは。アイテムどうやって使うんだ？アイテム、どのボタン？あ、アイテムが A の時代なんだ、これ。やばいな、独特の操作感あんな、ほんとに。え、ノコノコで、俺どうやって走ってたっけな。ちょっと待って、ドリフト使っても、おはーっ俺。いや、まさか。な、一瞬さ、ちょ、ひどいよ。おー、早い。一瞬差ついてる？いや、まさかそんなことは、見間違いですよ。一瞬差ついてるわけないじゃないですか。今から始まってんですよ。レースはもう今始まってんですよ。まあ、今。もうね、僕もね、ラップ3に入ったとこですよ。何を言ってるんですか？わあ！好きなんて、俺スターだ。は？ちょっと待って。俺当時どうやって操作してたかな？あ、何してんの？チョロップ チョロップ邪魔すぎんか。ちょっと待って。え？あれ ?1、2、あれ ?1、2、3、4って出てますけど、これは一体何でしょうか？ラップ4。あれ？ラップ4。あ、そっか、この時代って5周なんだ。え？ラップ4？俺。なんでみんなそんな安定して走れんの？で、人は、ここの池ポチャどうすりゃいいんだ？この野郎くらえ！腹いせと言わんばかりに赤コーラ投げていくんだ。ちょ、待って。俺こんなに下手？お前何調子乗ってんだ？くらえ！あれ緑コーラの挙動も全然違うな。ちょ、邪魔や、チョロップ。ちょっと。どいてーな。ちょっと、チョロップ、どいて。あー、消えた！漆黒！みんななんでそんな、ちょ待って。コンピューどんな走り方してるの？あれ。うわ、追いつきたいけど、全然追いつける気がせん。ちょっと待って。ええー、なんでそんなみんな綺麗に走れんの？でも曲がり方ちょっとだけ分かってきたぞ。あの頃の感覚を思い出すんや。俺いけるぞ。あの時の感覚を思い出せ、俺。でも、あのね、感性が全然違う。ギューンって傾く。はい！飛べ！うわーったー！いや、マジで、ちょっと待って。なんでみんなコンピューあんな綺麗に走るの？あー、着いた、ほら。チョロプー着いた。一周差ついてる。押すな。チョロプー チョロプー弾き出された。とてもじゃないけど、分かってる動きじゃないやろ、俺。正直、めっちゃ困ってるもん、自分が今やってて。自分自身が一番困ってるわ。まあ、コンピューでな。ちょっと、どいてー。どいておくんな、まし。あ、また消えた。150が早いんだよな。まあ、これでもう勝てなかったら自分の実力のなさを認めるわ。よし。ちょっと。もうこれで勝てなかったら自分の実力のなさを認めるしかねえな。ここで。ああ、キュンってなる。思った以上に。
まあ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 、まだ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 戦えてる方。まだ追いつけてるぞ、戦闘集団に。さっきみたいな大差はない。イノピオ、そこどけよー。赤甲羅が必ず命中じゃない時代だな、こりゃ。よし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 、まだ追いつける。追いつける確信を持っている、俺は。追いつける。あ、ちょっと待って、まだまだ前線できる。よしよし、戦闘集団に来た。熱いぞ。なんだあのキノコ。はい、あ、ドカン、こんなの怖い。あ、4位入りたい、お願い。あ、4位。マリオ今何した ?4位。よーし、あー怖ー、何この難しいの、マジで。こんな難しいの。くるくる回っとる、失格やぞお前ら。1ポイント。ええー、うわあ、どんなせいや。よし、ここで最高の走りを。ロケットスタートできたはずなんだけどな、今とタイミング違うんだよな。ちょっと押さないで。ああ、押された、クソ。お、わっ、戦闘集団に食い込みたいな。こんなもんいらん。よし、いいぞ。ちょっと押さないでよ。ガスって押されただけでだいぶ飛んじゃったな。やっぱノコノコやと飛ぶんやな、こんなに。地味に CPU もアイテムを使ってくるっていうのはいやらしいな。いい感じ。いいよ、走れてるよ。危ない、いい感じ。なんだよお前、1位になった。いい、慣れてきたぞこの独特の感性によ。スター持ってんだけどあいつ。ちょっとスターダメ、スターダメ。1位取らせてくれ、1位取らせて。あー、もったいない。2位。うわー、独特の感性すぎない？うわー、お化け沼だ。お化け沼か、懐かしいな。ここ壁が壊れんだっけ。おお、なんだなんだ。おお、早いな。んで、思いのほかな、お化け沼な。つっ、でも分かってきたね。分かってきたぞ。なんか、あ、ここ。はい、オッケー、オッケー。結果論めっちゃ遅なってるよ。オッケーちゃうよ、何も。お、え、小さくなった、何今の。そんなのあんの、小さくなるとか。なんだこいつ、いつ大きくなるんだろう。スターだ。でもうわーだー、こっちに戦局を乱されている。え、ファイナルラップ、追いつける気がせん。バカ野郎、この野郎落ちろ。この野郎落ちろって言って、なんで俺を人を落としたんだろう。いけ、うわった。消えた。うわ。
まあリトライで完走したいな。ヒューどどやばいよー。こんな調子だったらさ、勝つなんて夢のもと。あ、羽？これじゃない？これは間違いなく A を使う。そして曲がり切る。あー、ちょっと待って、もうファイナルラップなんだけど、追いつける気がしない。戦闘集団に羽を使え。早めだよ、早め。この羽があることで前に出る。よし、そして曲がり切る。8。これは相当練習いるぞ。資料とかどうにかやってできるもんじゃねえわ。やめだ。これ没実況かもしれん。これ没かもしれん。だって、マジで勝てる気せんもん。うん、勝てる気がしねえんだもん。バカ野郎！ゲームオーバー。